今日ちょうど1年前私は奈々さんに電話したんですよ。そう、ちょうど1年前なんです。そうだから私は今日言いたいなって思って。去年ですね、岡田奈々さんに電話して、でももう決まってて、その時に言われたのが「もうちょっと早かったら」って言われたんです。だから1年前、じゃあじゃんけん大会が発表されたらすぐ奈々さんに一番に言いますねって言ったの。そう、これが本当の告白だったら、もう気はないけど、もうちょっと早かったらっていう断り方をしたら相手は傷つかないとか、なんかね、そう、傷つけないためにっていうので言えたり、そう、言い訳っていうか言えたりするじゃないですか。で、私も正直そういうものだと思ってて、大人の断り方、そう、なんか、でも私はそれを有言実行したわけですよ。去年言ったから、じゃあすぐ言いますねってがすぐ言いに行ったんですよ。そしたらもう OK をもらって、私は正直 OK をもらえると思ってなかったの、自分で。なんか去年言ったことなんて奈々さん覚えてないだろうし、なんかそれはなんか言い訳じゃないけど、なんかそういう言い回しだった、断る言い回しだったんだろうって思ってたから、えって言ったら奈々さんに「だって去年もうちょっと早かったら」って言ったじゃんって、「来年は1番に誘ってくれるって言ったじゃん」って言われて、私口約束かと思いましたって言ったら、口約束なんてしないよ私って言われて、もうバロメーターガーンですよね。もうすごいね、今ので皆さん奈々さんのことさらに好きになりましたよね。私も